自民日韓防衛協力の見直し論もというニュースと、やはり今度はまたこう,こういうことを言っているわけですね、日本海の故障問題で日韓協議へ、国際機関の要請受けということですが、えー、続けて、えー、深入り参りましょうまああの私はどちらかというと、ですね、はい、えまあ先ほど言いましたように、隣だからって友人なくていいという考えなんで。はあ えまあ韓国これね先々週の時にね、ええ、だいぶ僕荒れましてね、えー、皆さんにご迷惑かけたんですが、はい、要するにね共同通信が韓国のニュースなんか流すからと虎ノ門のスタッフがほとんどほかの重要ニュースを見ずに。はい <laughs> 韓国のニュースを頭に持ってくるわけですよ、はい、あのだいぶお叱りを受けましてそうすると、われわれはあの日本の将来にあんまり関係ないくだらないニュースだけを、一生懸命議論して、時間を費やし、<laughs> 力を費やし、はい、結局、もっと重要ないろんなところのニュースをね、本質論じゃない、あの共同通信の、ね、記者がね、えーはい、できるだけ本質じゃなくてくだらないニュースだけ流すんですよ、い,<や>いつもあの瀬田さんが言ってるように。 はい、くだらないニュースを流すとそれをまた虎ノ門のスタッフが同じように拾うんですよ。うん、と僕がそれを解説するとどういうことになるかというと結果的にはもうくだらない方でくだらないように言ってそのくだらないニュース解説はどっから出たかったいうと共同通信の記者が勉強不足ですから、うんえー、そんなこと言ったってね。と、うん、ということで、はい まあこの韓国のことについてはずいぶん日本の経済発展遅れたと思いますよだってこの議論してる間全然抜けてしまうわけですからね、えー、あだからまあそうなんだけど、まあ、よほど生活に不満のある人はね、えー、この韓国のニュースなんかいいんですようわーって文句言ってあれはなんだとか言ってるりゃ、ね、僕ねわのわの人生が充実してるもんですからね、はいうん、いやー人の悪口言ってうさばらしをするっていうんじゃない。 日本海っていうのですね日本海っていうのは自然についた名前なんですよね日本列島が囲ってるからロシア海と言ってもいいけどロシアっていうのはもともとウラル山脈の向こうでの白人であってこっちは全然東洋民族で違うんですけどねですからそれもできない。だからまあ それから韓国が言っている東海って東の海それは韓国から見たことであってそれは日本海と言おうと東海と言おうと同じ意味なんでそれからもちろん皆さんご存じあのメキシコ湾これも変えなきゃいけないともっとひどいのはインド洋。 東シナ海っていうのもね<当>東シナ海シナ海っていうのも南シナ海,南シナ海もねおおっていっぱいあるわけですよじゃあ文句は俺もあるよっていうからそう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 それ全部見直すのもあんまり暇だったらやってもいいけどね、うん、まああのまあなんちゅうか、まあ、つまんないことですね, <laughs> ね、まあ、そういうことで、えー、まあ日韓のねあの関係を協議するというのは非常にいいということで、うんはいはい えまあ、国際関係ですからね、まあ、いろんなことが矛盾したことも起こるのは仕方ないんですがもうこの際、えー、我々日本の普通の国民がですね、はい、もうこの際韓国とは相当距離を置き貿易も全然やらずに、えーはい、えむしろさっき言ったトルコインド、えー、特にインドなんかはね有料な国家ですから、えー、インドネシアフィリピン そういうところと親しくしてですねできるだけ貿易量とか人の交流もですね韓国、中国とは距離を置くというふうにするいいきっかけじゃないかと思います。ということでどうぞ、いいやご専門から。いやまあというよりも今、今武田先生もおっしゃったこの話朝鮮半島、中国大陸と距離を置くはある意味、僕もずっとそういう地のものですわな。あの 結局、日本という国はそうですよ、うん、朝鮮半島にくっつけると、うん、大陸にくっつけるとね、やけどする以外に何もないんですからね、うん、ただそういうところと、うん、距離を置いて、うん、むしろ大陸周辺のそういう国々とねうん、まくやった方が、うん、それはまず第一、うん、ある重要な点で、じゃあその中でですよ、うん、例えば今、日韓の貿易 防衛協力はね、うん、私がもう見直すべきだったと思いますよ。うん、ほとんど何の,何の意味も何の意味ないというよりもね、うん、はきっきりと言ってね、うん、彼たちと防衛協力することはね、うん、日本にとってね、害、うん、があっても利がないんです。はい、いや、それはね、歴史的教訓があるんです。うん、あの以前私はアス社社という会社からね、うん、あの官民族 はい、中国の漢民族じゃない、韓,韓,国韓国の漢民族だ。漢民族の構想は,は歴史の加害者で加害者じゃあどういうこといやそれは歴史の事実に基づいて説明しますわね。えー、実はね千何百年前、おそらく千六百年前、日本と韓 韓国の場所にあるくだらという国とね、防衛協力したことあるんですよ。あの頃、朝鮮半島で三国志の時代でね、北朝鮮に相当する場所は国栗あって、それで今の韓国の部分は二つの国に分かれてるんですよね。くだらとしらぎ。それお互いに戦うんです。それ今回が 百済を滅ぼすために中国、東欧朝と連携して、中国軍を朝鮮半島に招き入れて、それで白木と中国軍が挟み撃ちで、まず百済を滅ぼしたんです。しかし百済はずっと日本の友好国であるんですわないろんな機密な関係があって、それで百済の国が滅んだ後で残されたいわゆる移民。 維新たちはねどうしてもこの国を回復復活したい、ええ、そこで日本に援助を頼む、はい、ちょうどその時百済の王子一人が、うん、あの大和朝廷にね、えええー、滞在してるんですよな、うん、それでこの王子様を百済、うん、の王子はね、ええ、日本軍があの送り返すんですよ、はい、それでこの王子をシンプルにして、うん くだらの富国を図る、うん、という計画をくだらが立ててーー、それ日本がそれで、えー、OK したんです。<ー>山田朝廷が何万人の大軍を派遣して、はい、この王子と一緒にね、<ー>あのー、文を渡って。白月の,の、ね、また、えー またそこまで言ってないね、さっき言ってしまったね、さっき言ってしまったらおもしくないね、歴史的なね、教養があるんですよ、教養はすごい、つい出ちゃうんです、そうそう、このトラムニュースの一番の特徴を書そうそうそう、しかしね、欠点があってね、それを隠しとけないっていうのは、そうそう、すぐ言いたくなるっていのは困るんいや、ちょちょい、僕の話は腰折れてしまうんそこで日本軍が入って、中国軍と戦う。

中国軍が戦っている最中で王子も含めてみんな逃げてしまうんですわ日本軍は完全にはしごを外されて、中国軍と戦って敗戦したのは、助けに行ったのに。助けて行ったのにな、あいつらにね、助ける相手がね、助け合いと先に逃げるんですわだからね、そういうことですよ、日本はね、韓国と防衛協力はね、基本的に北朝鮮が相手とするでしょ。 下手すると日本が何の意味もなく北朝鮮と戦うことになって韓国は絶対その時逃げるんですわなだからそういう防衛協力自体がもう何の意味もない日本にとって唯一の防衛協力の相手がアメリカテクアアメリカ。 それ以上もいいかもないんですから。ただね、そういう意味ではね、韓国との防衛協力も経済協力もすべてあっさりと全部やめたほうがいいですよ。さっき武田先生指摘された経団連もまず率先して、韓国の韓国の商売やめたときは日本にとって大した損失にならないよ。あんなしょうもない国の経済ですから、逆に一番困る韓国でしょ。韓国いろんな産業が日本からのの半導体 部品が輸入できなくなると困るあいつらだから、まあ、どんどんやれっこいやれな、なげきになるのは韓国の側のはずでね、自分で自分の首を絞めてるようにまあとにかくね、もう最近、も韓国の、さっきも武田先生おっしゃったように、もう韓国の話すること自体、もの正直、もう疲れたし、もう腹立つし、意味もないし、そうなんですよあの年中どれはっきり、さっぱりどれ一切の関係たた方がいいよ。 あなたの本が出版した日をもってもうやめとそろそろねあのね朝鮮戦争の時にねアメリカ軍が入って韓国軍とアメリカ軍向こうは中国軍と北朝鮮軍で戦ったわけです押したり引いたりしてねその時面白いのはねアメリカは第8軍とは一番強くてね全体があってむしろ国際的な軍もあった国連軍だったからこっちにだいたい右翼にね韓国軍がいたんだよ これでこう押していくでしょ。そして北朝鮮と中国軍が反抗するでしょ。反抗つの反対の攻撃の構図かくつ。反抗するとね、もうアメリカ軍はね、まあ第八軍が一番強かったんですけど、李承晩がいてね、えっともう韓国軍が先に逃げるっていうことをね、作戦の計画に入ってたわけです。折り込み済みだったんです。折り込み済み。つまりね、あのアメリカ軍は祖国じゃないの。韓国は祖国なの。 祖国の軍が最後まで残るかというと最初に逃げるんだそう,そ,うそうね、あの戦線がこっちだけこう陥没するから、えー、こっち側面からやらやれるんですよ、えー、それでアメリカ軍はあの、えー、向こうが攻勢かけてきたかと思うとすぐね、えー、韓国軍との間の側面を固めるんですよ、うん、やられちゃうからははこう回ってきて、えー、でもうすぐ逃げるんですよ。 まあ、軍だから避難できないけど、うん、もう困りに果ててたんですよ<ー>朝鮮戦争の時、えー、同じことが起こるんでね、うん、だからこれはまあ,、えー、あの今の白杉の絵みたいな古い時からずっとそうですから、えー、朝鮮戦争なのに気が付いたらアメリカと中国が戦ってた。あ、北朝鮮とは違うんだ、えー、だからね、うん、もしかすると北朝鮮っていうのは彼の本にも書いてある 北朝鮮はどちらかというと満州とつながって民族がね、大体は満州と突血とかああいう古いときから大体、女神族系っていうのかな、あっちですからね、ちょっと南とは少し民族性が違いますよね。だから昔、国理が結構強かったあの中国、強かった、何回も中国をやっつけたりして、唐の時代ですとかね、隋と唐両方。 まず隋王朝が要するにコプの征伐に失敗したからこそもう潰れたんですよ3回征伐して3回もそれで隋はすぐやれちゃっただからコプリは強かったあれはね満州族だから北朝鮮の人たちと南とちょっと違うんですよ歴史的に非常に簡単に言うとね北朝鮮は満州国それから南朝鮮は日本国だ 大げさ言って、えー、非常にざっと言えば、うんうん、だけどまあ海が離れてたからちょっと文化変え,変えちゃったけどね、うん、次行きましょうか。うん